予売をするっていうのが、うん、あのなんだろう、合法じゃないにしろ、うん、まあ、よくあったこと、うん、で、やっぱりこういう照明設備がないわけじゃないですか、はいはい、昔って真っ暗ですから ね、うん、だからこう薄暗い中でね、こう、顔もよくわからないけれども、うん、自分のことを信じて、うん、っていうか自分のことを求めて来てくれた殿方と結ばれるっていうのは、うんうん、なかなかこうロマンチックなシチュエーションだなと思って、まあ、確かに、ね、でしかもいいなって、ね、この時代はこう、うん、必ずしも、うん、付き合って結婚できるばっかりじゃないわけじゃない、やれ政略結婚みたいのもあるかもしれないし、うんうんうん、前から決められてたなんとかとか、うん、そういうのもあるかもしれないし、うんうん、そんな中で、うんうん、もうこいつと決めた人のところにこう呼ばれに行ったりするシーンがきっとあるわけでしょ。あ、そういうことです。つまり僕は結構ね、うん、強引に奪いに行くんですよこの人。ああ、サネチカは。なるほど、うん、そういう意味ではすごい行動力のある、そうですね、割とその時代としては異端な人なのかな、そういうわけでもない、異端であり、うん、合法来絡であり、でも人望もあるっていう、なかなか男前な人なんですよ。そうですね、でいい匂いがするっていう、そうそう、その話もしました。クヌエの君でしょ、はい、衣が香ると書いて、そうなんですよ、あ、香る衣かと書いて、クヌエの君、なんかいい匂いが、うん、フェロモンが、フェロモンがね、フェロモンがいい香りのシュパーシュパーシュパーって出るらしいです。シュパー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 、ちょっとそんな効果も入ってましたっけ。いけないですね。そんなに音は入ってません。なんて言うんでしょう、そんな生まれつきでもそういう体質らしいんですよね。でいらっしゃるんですってね、本当にそういう匂いがする。うーん、何万人かに一人ぐらいじゃないですか、なんか、まあ、女性ですけれどもっていうことで、野島くんが前回ゲストに来てくださった時にね、うんうんうん、あ、まあいい匂いのする人かとかって言って、あ、だから話されてましたけれども、ね、もう、その日は香水つけていきましたよ。へえ、ドルガバを、ドルガバ D&G を、そんな大店さんにもらったやつを、そんなものもつけるようになったんだな小野くん。30ですから変わったな。変わってないですよ。もらいもんだもんね、だってただでもらったやつだもん。まあね、そんな役作りもしましたし、なるほどなるほど、あとそうですね、その予売するときに、うん、ちょっとやりすぎちゃって、うんうん、まあいわゆるそのちょっと豪快な人なんで、はい、まあこういわゆるちょっともう強引に行くわけですよ、うんうん、ガッと、ね、ガッと、だから結構強めにやったんですね、お芝居を、はいはい、うん、そしたらダメ出しの時に、うん、小野さんちょっとそれだと山賊みたいなんでもうちょっとソフトに。山賊ってだって、うん、サネチカって、ええ、鬼神をも恐れさせる美しさを持つ光源氏にも例えられる男でしょ。はい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 、はい、光源氏ですよ。光源氏ローラースケートですよ。ちげえよ。すいません、何フリーダムフリーダム言わないで。シャボンのようにね、うんうん、風の色ですよ。そんなんじゃねえよ。まあいやでも僕らって、うん、僕らってそういう経験もちろんないわけじゃないですか。予売経験ですか、うん、はい、あります？ないです、ないですよね。ありえないですよね。ないですね。平川さんあったらびっくりするわ。で、そういう経験がないもので、うん、そういう場合にやっぱもう相当頑張らなきゃいけないと思っちゃって、うんうんうん、でも、うん、男の力ならば、うん、そんなにがっつかなくても大丈夫っていうのをそこで、改めて、認識した次第で、なるほどね、僕も女性には優しくしようと思いましたね、うん、なるほどね、僕が予売するときは、うん、はい。何その間、まあ